はい、ガッチャンです。今日はですね、あと新しいオフィスというか私のオフィスを借りて、とりあえず、Zoom で動画を撮るというのを試しにやってます。そんなわけで、突如遊びに来てくれたゲストの2人とともに、今日は、カメラ見て、カメラここだからね、ごめんなさい。そう、はい、撮っていきたいと思うんですが、何をテーマに話そうかな。そう、では、そう、好きな食べ物。好きな食べ物。そう、でも好きな食べ物だけど、誰も食べたことない食べ物。自分しか食べたことないような食べ物で、好きな食べ物について語ってもらいましょう。はい。なんだろう。そう。いや、君っちの実家なんか山奥で人が住んでないとこだから、誰も食べてないようなものはあるでしょう。カメないの？カメとか食べる？カメのは食べません。カメ食べないの？カメなんか食べないよ。牛ガエルも食べません。あのさ、よし知ってるよね、長岡市さ、あのなんだっけ、カエルの刺身があるやつ知ってるよね、うん、知らないの？マジに？うっそー、知ってるよな。でもそう、カエルの刺身。そう、長岡市は、居酒屋どこでもカエルの刺身があるんですよ。はい。食べたことない。めちゃくちゃ美味しいかな。食べたことない。そう、ばっかり。いつも食ってんねんか。食べてきてんだね。そう。え、ウロク行ってみ、ウロク並んでよ、カエルの刺身。そう。あれ、結構高いだよ。そう。ももだけの、ももの刺身だけなのに、230円ぐらい、うん、そう、これくらいの牛ガエルの、うん、刺身が、まあ、こんなぐらいになるんだろうけども、刺身のパックが1300円ぐらいだったかな、うん、結構高級食材なんだけど、そう、食べたことない。あ、マジに。多分ね、長岡の居酒屋で知らないで食べてるんだと思う。カエルとは書いてないからね。そう、カエルとは書いてない。なんて書いてあると、書いてあるかというと、タイの刺身って書いてあるね。そう、タイの刺身を食べてるつもりで、実はカエルの刺身だったんだな。長岡ではよくあるあるの話。同じように柏崎でありえない食べ物とかない？ありえない食べ物。そう。カエルの刺身だけどさ、ね。カエルの刺身だけど、長いと思うんですけど、一番右に行ってね、よしはね、あの前の柏崎出身なんで柏崎になってるんですけど、もしうん、柏崎の名物っていうね、あの、都会の刺身が食べます。あ、よね。え、甘いもん。え、柏崎、都会の刺身、並んでるじゃん。尻尾の刺身、尻尾の刺身。尻尾の刺身もね、よく分かるのにしてね。しかもね、尻尾だけってね。マムシって皆さん知ってますか？マムシって知ってる？沖縄。いや、それはマムシは、マムシじゃなくて、それはハーブでしょ。沖縄ってこどっちの方向が分かるか？向こうかこっちか、向こうかこっちか。南どっち？南はどっちでしょう。あ、真面目なんて。字だって読まねえわけ。字も読む。まあ、日本人の顔してますけどね。日本語よくわかんないんで、実は。中国人の漢字でもありません。そう、あ、宇宙人の間違いでした。はい。いいです、うん、宇宙人の間違い。そう。どこの宇宙から来たんですか？え？さあ、アドリブ力が試されるこの瞬間。すいません、違う。すいません。すいません、来ました。はい、では、マップについて10秒ほどかけていきましょう。3、2、1、9。リーダーが決まったのは、シンくんが。はい、終了。そう、リーダー決まったの。え？スマップ、新しいリーダー決まったの。違う。その後、スマップってどうなってるの？え、まあ、スマップ、スマップ終わってるし、うん、スマステーション、まあ、終わんないよ。あれ、でも、ジャンプで、なんか、ライブを続けるぞ。なるほどね。今後スマップはどうなっていくの？え、まあ、本人たちの話を聞くんだけど、噂では、うん、噂では中井くんが、中井くんが、
ジャニーズ事務所に残って、あ、ジャニーズに残る、うん、で、うん、あの、ファンで、カメラここだからね、こっち向かって喋ってね、そう。ファンで有名な、あれ、メリー社長がくたぶったら、メリー社長がくたばったら、社長が、メリー社長がくたばって、うん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 、あと、娘をくたばったら、そう、また、出る、しん、あ、つ、つおしく、しんごくん、ごろちゃんを落として、うん、私の後、再結成。すごい仲良くなった。あの、なんか、どっかでチラッと見たんだけど、しんごくんは芸能界辞めちゃったの？辞めないよ。辞めてないの？で、テレビでも、僕は、そう、岩沢で、俺は、うん、岩沢地域に来た時に俺は引退なんかしない。何スマップ岩沢に来たの？来たの？あ、シモ君来たの？あ、来たの？物好きだね。物好きだよ。シモ君好きだよ。へー。あの、岩沢って皆さん知ってますか？知らない。はい。あの動画を見てくれてる、多分あのね、今日ちょっとこれ多分 YouTube に面白いからアップしようと思うんですけども、YouTube を見て、YouTube でアップする。いや、Facebook でアップするかもしれないけども、多分ね、長岡市の人もいっぱい見てると思うの。長岡市の人で岩沢を知ってる人手を挙げてください。まあ多分ね、長岡市の人は20万人見てるんだけど、知ってる人はね、100人ぐらいだよ。あ、でもいるのかな、まあ、いる、100人はいると思うな。十日町から来てるとか、ああ、きついたこと。十日町はそばだった、ね、うん。ああ、なるほどね。まあ、岩沢を一言で、いや、岩沢知らない皆さん、多分岩沢のアピールを。え、視線がいっぱい浴衣。視線が浴衣。すいません、あの、日本語よくわかんないあの宇宙人なんで勘弁してください。はい。はい、まあ、あの人間だと思って聞いてると、バカを見ます。はい。自然が良かったな。だから、あの、地域。地域。うん。そう。特徴は？特徴は、まあ、昔ながらの、あったかい心の人の集まり、うん、なるほどね。私が知ってる限り、とちおも山越も一緒なんだけど違う、自然豊かで昔ながらの町並みが残ってて、昔ながらの温かい人がいる町って意味じゃ、岩沢ととちおと山越みんな一緒に感じるんだけど、ちなみに東谷にも入れて、他の特徴は、そこで人と一緒だから困るんですけど、うん、困るんですけど、あとはないもん、一緒だもん。つまりどこにでもある中山間地域の村と一緒ってことですね。はい、強いて言えば信号がないって。信号あるんですか？あったっけ？知らなかったっけ？あ、そう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 、信号はね、唯一村に一つぐらいあったいやいや、いくつもあったよ。いくつもあった、あ、そう、まあ、残念がね、すでにあのもうあの過疎地域でありましたね、はい、もうすでに人は住んでないんですね。いや、すでにもちゃんと住んでましたっけ、うん、町おこしの都会に埼玉から来てるし、あ、町おこし、町おこしってどんなことしてるんですか、あの特徴あったじゃないですか、あ、民宿ができた、あ、そうそう、民宿ができたし、あと町おこしの団体のチームの、本当に噂の人ですか？まあ、私はもう二十歳の時に長岡に住んでるから、その子の話だもん。あ、まあね、もう40年も経ってます。もう40年も経てばますよ。あの、一昔って言いますもんね。そう、残念ながら、まあ、40年経った。岩沢はもうすでに人は住んでなく、あ、猿の惑星猿の村、猿の村って映画を岩沢で取り上げてもらったと、そう、そう、で、ことで、あの、猿の村ってことで、来月クランクインです誰がクランクイン、あなた、あなた、あの、そう、ガッチャンが入る、そう、そう、あの主演、小川が
あれなんまあ、私があの名前変えた経緯とか知らねえよな。まあ、あの、古谷さんは、Facebook つながってましたよ。ああ、いや、Facebook、書いたかもしれない。うん、そう。まあ、友達に申請してるかもしれない。はい。まあ、打ち合わせ話はちょっと置いといて、はい、来月の、13日から、岩沢で、猿の村、クランクルで、皆さん、楽しみにしておいてください。公開はですね、来年の春を予定しています。はい。まあ、どこで公開するかというと、多分 YouTube だと思います。そう。監督は、吉川くんだよね。吉川だっけ、はい、吉川、なんだっけ、はい、監督吉川、そして吉川君、はい、主演は、関口真美。何よ、何をでしょ、で森の中にこう、これはあの、森の戦士、ボロンだっけ、知らない。そう、セミレブの人も見てるかもしれないからね、セミレブの戦士もちょっと見てるし、はい、まあ、その中で監督から一言いただきましょう。監督、はい、監督、ぜひ面白く伝えたいので、よろしくお願いします。どんなストーリーを考えたらいいのか。はい。はい。どんなストーリー、まだ始まったのか。来月クランクインですよね。来月の13日クランクインですよね。多分撮影日は1日だけですよね。そう。森があるからね、うん、まあ、森の中で40過ぎの少女が裸になって歩くみたいな、そう、AV に売り込むみたいな、売れたらいいなみたいな、あ、なんかどっか来たの、うん、なんか K ボックス、あ、じゃあ主演はK ボックスの過去さん。そう。K ボックスとコラボだったら取れる気がするよね。あ、そうだね。そう。K ボックスとコラボだったら誰のまとめそうだね。どうしたっけ？買ってきていいの？そう。なわけで、主演女優も決まったことで、あの、コラボさんね、映画出たの？じゃあ、ホラバさんが主演女優で、監督は吉川。そう。じゃあ、音楽は？音楽は？そう。お疲れ。そう。もしかして、もうホワイトボード持ってきたの？はい、動画撮影しようと思って、ちょっと。あ、動画ね、21時からなんだけど、今、ちょっと動画撮影してされちゃって、こいで。映ってる？大丈夫だって、横顔しか入るスペースねえから。大丈夫、匂い届かねえから。そう、大丈夫。そう、ここに椅子持ってこいで。そう、その社長椅子。はい、ゲストがもう一人増えました。大丈夫。そう。もっとこっち。そう。ちょっともっとこっち、まあ、ここら辺まで来ないけ、はい、そう、もっと前、そう、大丈夫だって、胸見えないけ、違う、大丈夫、さっき、そう、韓国料理屋さんで、大丈夫、言わなきゃバレねえから、もうちょっとそばだって、はい、はい、ここカメラね、こっちカメラ、そう、こっちカメラ、そうそう、はい、人数増えました、はい、はい、初めてお会いしたのは日本人さん、はい、はい、実はね、この動画さ、リンクです、ね、はい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 、はで、この映画を撮る監督の吉川さん、監督吉川さん、で、主演はね、今日ここには来てないんだけど、あ、もうちょっと近くね、そう、来てないんだけど、新潟に、なんだっけ、K-BOX っていう団体があって、知ってる？ K-BOX 団体があって、そこが芸能プロダクションなんだけど、
芸能プロダクションのカコさんがプロデュースしてくれて、芸能プロダクションのカコさんのところの誰が主演女優だっけ、ほのかさんが主演女優で来月の13日にあのクランクインで、来年4月の上旬ぐらいにあの公開です。はい。で、まりちゃんどんな役する？自分で決めていいの？まだね、猿の役が決まってない。猿の役だ。そう、あの豚の役が決まってる。OK。OK。OK。どうかや、猿風の外国人。じゃあもう一人ね、あのどう見ても外国人しか見ない女優を抱えてるんでね。二人なんだろう、日本人見えない。そうね。昨日待ってればだっけ？何は結構じゃん。結構じゃないって普通に見たら文字見えねえよ。知ってるから普通に読んだら本当言われてみる。そうだ、けいこちゃんはああ見えて、そう、けいこちゃんああ見えて日本人じゃなくて、けいこっていうのはね、あの、日本に来てから手順作ったんだけども、そう、けいこちゃんはね、実はね、あの人はタイの方。いや、葛西さんの同級生かもしんないけど、タイの方なの。そんなわけで、この異色なメンバーで、来月の13日からクランクインです。あの話の内容は決まってません。はい、ただ、タイトルは、もう人間が住んでない村、岩沢で撮る、猿の村。猿の村。猿の村に何年かぶりに帰ってきた、あ、こういう話じゃん。猿の、あの、久しぶりに帰郷したら、もう村がなくて、猿の村になってた。そう。そして、あの、こんな銅像が立ってるみたいな。あ、なんか猿の惑星みたいな。そう、そう、だから猿の村だって感じ。そう、押せよ、早く。どこで、どこ見て面白かったあげようかなと思ってます。そのわけで、今日は一人ずつ名前言う。自分の名前間違えるんだね。マリーだからね。いや、名前だけでいいよ。じゃあ、ガッチャンからズームを一番いいから、こう回って、はいね。じゃあ、今日はありがとうございました。パーソナリティーはガッチャンです。マミです。ヨッシーです。マリーです。ありがとうございました。またねー。